金剣美は、大韓民国の政治家。第四大国土交通部長官、第17.1920代国会議員。全羅北道医遊氏出身。新政治国民会議、新千年民主党の副報道官などを歴任。2003年に、ロブゲン大統領によって、国内言論政務に秘書官に任命されたが、12月になると、翌年に行われる。 第17代総選挙に出馬するため辞職した。第17代総選挙では、ウリトーピレークに立候補し当選して、ウリ党のスポークスマンに就任した。2007年には、大統合民主新党の大統領候補となった、帝党へのスポークスマンに就任したが、半ラ党候補のリアケヒロに敗れ落選した。2008年の、 第18大総選挙で民主党候補として、かやし一三世区から立候補するが落選した。同年6月には、前年の大統領選挙の際に、リア・キヒロ大統領夫人の韓国製時計を外国製時計と主張したとされ、虚偽事実の公表及び候補者への誹謗容疑で在宅起訴された。2012年の第18大総選挙で民主党合盗候補として、 立候補し当選した。2014年に決闘された新政治民主連合のムンジェイン代表の秘書室長となった。2017年にムンジェインが大統領に当選すると国土交通部長官に指名され人事聴問会を経て6月21日に就任した。2018年12月には半門天宣言に基づき北朝鮮との鉄道連結事業の着工式に 参加するため、北朝鮮の板門駅を訪問した。大統領府報道官を、公鉄秘書室組織も、大幅調整党は日報2003年5月南日大統領府、人事秘書官室を拡大党は日報2003年12月21日、与党新人議員ら30人余りが、台北批判声明党は日報2004年6月2日、新党、 一期の大統領選予備選挙も、不透明東亜日報2007年10月5日大統領選の国訴告発事件捜査を終結。鄭東英氏は基礎猶予へ、東亜日報2008年6月14日、互いに言いたいことだけを言っていてはならない。文在寅氏が、僕大統領との会談に、行く東亜日報2015年3月14日、韓国鉄道事業の独占回帰の具、 組合指示で当選したムンジェイン氏は、労働貴族の首長丸のみ、産経ニュース2017年7月11日、北朝鮮で南北鉄道の着工式、ただ着手の目処は立たず朝日新聞2018年12月26日、ありがとうございます。